クレーグ・ブリーンはアイルランド・キルケニー出身のラリードライバー。小ドライバーはポール・ネーグル。アイルランド・キルケニーに生まれる。父・レイ・ブリーンはラリー選手権でチャンピオンに輝いたことのあるドライバーだった。当時はレーシングカートに夢中だったこともあり、ラリーと合わせてヨーロッパ選手権に出場したという。2009年から本格的なラリーデビューを果たし、フォード・フィエスタに乗車して、 ボードフィエスタスポーティングトロフィーから WRC の4戦に出場、2勝を挙げチャンピオンとなる。2010年はアイルランド国内選手権とイギリスラリー選手権に参戦するから、WRC 最終戦ラリーギガバイトにこの年から設立されたサポート選手権 SWRC にスポット出場し、クラス2位に入る大健闘を見せた。 2011年はこの年から立ち上げられた WRC アカデミーに参戦し、設立初年度でチャンピオンを獲得。翌年から SWRC にフォードフィエスタ S2000 で本格参戦し、開幕戦モンテカルロで優勝。さらに、プジョー 207S2000 で IRC にも参戦。順調にキャリアを進んでいる中、不幸な出来事が襲う。 2012年6月16日の IRC 第5戦、タルガフローリオのレグに、序盤の SS でクラッシュ。不運なことに、近くにあったガードレールが、助手席側にめり込む形でマシーンはストップ。この事故によって、全幅の信頼を置いていた、小ドライバーのギャレス・ロバーツが亡くなってしまう。この出来事によって、IRC 第6戦、イプルーの出場を見合わせ、一人体も、覚悟したが、 同じアイルランド出身のポールネーグルとコンビを組み、フィンランドで復帰を果たす。しかし最終日にクラッシュをきっしりダイヤとなるが、その後のラリーギガバイト、フランス、スペインで優勝しプロトンのパーガンラ・アンダーソンとの激戦を制しチャンピオンに輝いた。この時の優勝インタビューで涙ぐみながら、亡くなった相棒ギャレス・ロバーツに勝利を捧げた。一方の WRC ではスペインで、 トップ圏内に入り、初のドライバーズポイントを獲得した。2013年は、IRC と統合された、アークに、プジョーラリーアカデミーからプジ 207S2000 で参戦。8000に出場し五度の表彰台を獲得、ランキング3位となる。翌年は、R5 規定に沿って開発された、ョー 208T16R5 に乗車して、第3戦、アクロポリスラリーでデビューし、 ブリーンはその初戦で、見事デビューウィンを飾った。ここから快進撃が始まるかに見えたが、ニューマシンゆえにマシントラブルが続発し、出場した8戦中6戦リタイア、表彰台は優勝したアクロポリスを含めると3度のみとなり、ランキングでは前年と同じ3位だが獲得ポイントは、昨年を下回る結果となった。一方それと、並行して、 WRC 第2戦スウェーデンと第8戦フィンランドにフォードフィエスタール S、WRC で出場し、スウェーデンでは9位で完走し、WR カーデビュー戦でポイントを獲得した。2015年は、アークに加え WRC-2 にも参戦。チャンピオンを狙った、アークでは参照するも、中盤のマシントラブルでの2戦連続リタイアが響き、ランキング2位に終わった。 WRC-2 では開幕戦モンテカルロで2位、最終戦ラリーギガバイトで3位に入り、ランキング7位となった。2016年は前年までプジョーのオフィシャルドライバーを務めていたこともあり、シトロエンの招平を受け、サテライトチームの PH スポールから、シトロエン DS3WRC で、スポット参戦。第8戦フィンランドで、WR カー5戦目で3位に入り、 WRC 発表彰代を獲得。この時のインタビューで感極まる一面を見せた。この活躍もありブリーンは初年度ながらチームメイトクリスミークに次ぐ年間ランキング10位で終えた。2017年、正式にシトロエンのワークスチームに昇格し初のフル参戦を果たす。新車、シトロエン C3WRC をドライブするが、 この年の最高位は5度の5位のみに止まり、一度も表彰台に立つことなく、前年に続き年間ランキング10位となった。2018年も引き続き、シトロエンから参戦。第2戦スウェーデンでは、自己最高位となる2位表彰台を獲得。しかしその後は、低迷を強いられ、さらにチームメイトのミイクがシーズン途中に解雇された、影響もあり年間ランキングでは、 前年を下回る11位となったがポイントではわずか4ポイント上回った。しかしシーズン終了後チームのスポンサーであるアブダビが支援を打ち切ることになったため3年間在籍したシトロエンのシートを失った。2019年、ブリーンはミイクと別れたポール・ネーグルと再びコンビを組み、WRC 復帰までのつなぎとして r 五車両でアイルランド国内選手権。 イタリア選手権などに参戦した。そしてその努力が、ミノリダブルタイトルを狙うヒュンダイから、スケットとして、第9戦フィンランドと、第12戦ラリーギガバイトに、ヒュンダイアイ20クーペ WRC で出場。固定ナンバーは、カート時代のラッキーナンバーである、42を選んだ。フィンランドでは、チームオーダーで順位を譲るまでは、チームのエステエリーヌービルをしのぐスピードを、 店存在感をアピールした。2020年は、当初、第2戦スウェーデンに出場予定だったセバスチャン・ローブが、急遽出場をキャンセルしたためこのラリーで表彰台経験のあるブリーンが抜擢された。期待されたが雪不足の影響により7位に終わる。その後、新型コロナウイルス感染症によるシーズン中断、再編が行われ、ブリーンは急遽、 カレンダー入りとなったラリーエストニアにスケットとして出場が決定した。エストニアでは2度のステージベストを記録し、ヒュンダイ加入後初の2位表彰台を獲得し、優勝したチームメイトのオイット・タナックと共にチームにワンツーフィニッシュをもたらした。この功績によりマニュファクチャラーズタイトルに連覇獲得に貢献した。また並行して5年ぶりにアークへフル参戦し、 アジアパシフィックラリー選手権でのタイトル獲得経験のある MRF チームからヒュンダイアイ 20R5 で出場した。開幕は2戦連続4位とコースタートを切ったが、その後の3戦は上位を争いながらミスやマシントラブルに泣かされリタイアとトップ10圏外に終わる。開幕前はチャンピオン候補の一人でもあったがこの年は一度も表彰台に上がれずランキング7位に終わった。 2021年はワークスエントリーを外れたローブに代わってソルドと三代目を共有する予定である。シーズン進行中。ありがとうございます。